えー、こんにちは、の久保です、まあ、このエピソードは随分前にあったお話をまた改めてするって形になりますけども詐欺についてねビジネスの詐欺とか投資の詐欺について、まあ、いろいろとね感じることはあると思いますけどもこういうふうに例えてみてほしいんですよ、えー。例えばある男女がねものすごく熱愛のもと結婚しました。で女性から見て男性は、まあ、公務員でね年収もいいしこれから自分の家庭を作っていくのに 十分な男性の性のの格格であり人格でああり周りり人周環境だなななそして収入だなと思ったわけなんですよで結婚して子供も2人生まれて順調に40代を迎えてそろそろ50代に入るかなと思った時に、えー、男性がですねちょっとしたことで体調を壊してでそのまんまねあの退職することになったんですよ。で仕事ができなくなっちゃってそれからというものを家にこもりがちになってね で、子供の面倒もなかなか見れなくって奥さんがすごく大変な思いをするようになっちゃったんですよ。でお金があんまりなくなってきたんで奥さんはパートに出たりとかするんですけどもでも子供たちの世話をその旦那さんもあんまりねできなかったんで奥さんがものすごく大変な思いしたんですよ。である日ね堪忍服の方が切れて旦那さんに言ったんですよ。うんなんかね言葉はすごく激しかったんですけどもまあどういうことを言ったかっていうと「あなたはね あの本当に若い頃は夢や希望に満ち溢れて強い人だったし家庭も大事にしてくれる人だと思ったでも結婚してみてしばらく暮らしてみたら何なのこれって全然仕事もしないしで体調も全然治らないとかといって家の中で家事をするでもなくってゴロゴロしてねたまに起きたと思ったらスマホでゲームばっかりしてると私はもう騙された人生棒に振ったらどうしてくれんのみたいな感じで怒ったんですよこれどう思いますかね 男性にしてみてみも不幸なことだとだ思うんですよそんなね大好きな人を騙そうと思って結婚したわけでもないですしそもそもこの男性の人生も言ってみれば犠牲になってるわけですよね。でこの男性も幸せでハッピーでラッキーかっていうそんなことなくって奥さんからは一時の恋愛の熱は冷めてねで自分の体もなかなかコンディション戻らないし仕事にも復帰できないと。でももすごくジグジタル思いもあるし 一家を支えてていいた輝かしい頃は仕事にも必要とされてね本当に夢も希望もあったんだけども今はもうね精神的にものすごく落ち込んじゃって体も動かないしかといって家事をする元気もないなんとか体動かそうと思って興味があるものでコンディションを戻そうと思ったらそれがねたまたまスマホのゲームだったっていうそれを客観的に奥さんから見たらふざけんなって話になるのは分かるけどもでも体がね動かなかったり精神的にそのまま潰れたりとかして。 本当にもんもんとしてるんですよねこれ男性意図してサボってるわけでも奥さんに迷惑かけてるわけでもないんですよねでも奥さんからしてみたら有望だと思ってね自分の若い女性としての人生を捧げたのにこんな大事な時にねこんなになってしまって離婚して他に仕事を求めたりとか再婚を求めたりとかするのも可能性が低いと人生めちゃくちゃだって思う気持ちもそうだと思うんですよでもこれって才ですかね で、こういうふうに考えていくと投資とかビジネスにねその時はいいと思って参加したんだけどもやっていくうちに状態が悪くなったり社会情勢が変化して思ったような結果がいれないことってあると思うんですよ。でもっと言ったらね結婚生活とちょっと違うのはビジネスって今与えられた状況を全部駆使して自分の工夫で利益を出し続けていくことなんですよ。で自分の力量がなければ利益が出せないんですよ。 で、自分の力量のなさで利益が出せないのをまさにねビジネスを誘った人とかビジネスを構築した人のせいにしたりとか投資案件そのもののせいにしたりするっていうのはこれどうなんですかね詐欺だって言った瞬間に自分の責任は何もありませんよっていうふうに公言したのと同時に私は詐欺に引っかかっちゃいました自分は見る目のない人間ですって言ってるのと同じなんですよね。でしかもも、さっきのの結婚生活の話じゃないですけども 事業っていうのは必ず成功するわけではないんですよ。投資っていうのは必ず成功するわけではないんですよ。誠実にやっても失敗はあり得るんですよで。そんなことをね分からずに投資だのビジネスだの何とか塾に入ってうまくいきませんでしたのっていうふうなのはどうなんですかね。もっと言ったらね塾にも入っていないなのに塾を詐欺だって言って名指しするとかね。でビジネスもしてないのにビジネスは儲からない危ないとか言ってね。 すぐ詐欺扱いしたりとか新しい投資案件が来たら怪しいとか言ったりとかしてねとにかく否定から入って自分が賢いことをアピールはしたいんでしょうけども全否定もこれまたね愚かさの象徴だと思うんですよ。だって何をやっても失敗する可能性は高いわけですよ。ね、何をやっても成功する可能性が高いような優秀な人はそもそも誰かを指さして詐欺なんて言わないんですよ。 そうですよじゃあ孫正義さんが WeWorks にね1兆円以上投資して WeWorks は詐欺でしたって言いますかね1兆円やられても別に詐欺とは言わないんですよ自分の見る目がなかったと別で利益を出して必ず取り戻すぞみたいな別のエネルギーにしてね翌年には4兆円の利益出してるわけですよまあそこまでしなくてもね孫さんになれとは言いませんけども孫さんの爪の垢ぐらいをもしね感じることができればたかたかね数十万数百万で 詐欺だとも言わないですし、で結婚生活を送ってる中でね自分にそぐわないことが起きてきてそれをいちいちね目の前にいる大切な人のせいにしないんじゃないかなと思うんですよ。さあそしてまとめになりますけども人生は言言い訳をっっててもも誰も変わってくれません。結局は泥棒がいたり詐欺師がいたり戦争が起きたり食料になったり値上がりしたりいろいろあるんですよ。でもそのいろいろを全部ね、 自分の中で処理して最高の人生を作るのは結局自分自身しかいないんですよね。人のことを指さして詐欺扱いしたりとか誰かの動画にいろんなねアンチコメント書いてる暇はないんじゃないかなと思いますけどね。でも人のことを批判したりとか変なコメント書くのが好きなんだったらそれで楽しんでってください。えー、私から言えるのはそれだけです、ね、いろんな楽しみ方がありますから人を攻撃して人の土地を取って人を殺めてロシアみたいな楽しみ方をする人もいますしね。 そうではなくてね、あの平和に豊かに暮らしたいなと人の役に立ちたいなっていうことを考えている人もいますしね、うん、あなたはどちらですかってことですよね、うん、人の役に立ちたいなと思ってね人の嫌がることをしない人なのかそれとも自分が入ってもない塾のことを散々パラね悪口を言って詐欺だなんだと言うけれどもあなたは騙されたんですかって話ですよねそしてそれは騙されたんですかとビジネスって人を騙すようなもんじゃないと思いますよ だって商品作って集客して売れば売り上げ立つわけじゃないですかその力量がないのは塾なんですかあなたですかって話ですよねはいじゃあ今日はそんなところでございます